ください。はい。今日は青春のそばに。15分ごろ関東地方で震度4を観測するやや強い地震がありました。震度4を千葉県の北東部で観測しました。また震度3を茨城県南部、千葉県北西部で観測しました。仮に震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くからは離れてください。今気象庁で詳しい情報を調べています。新しい情報が入りましたのでお伝えします。関東地方でやや強い地震がありました。震度4を千葉県の北東部、震度3を茨城県南部、千葉県北西部で観測しています。新しい情報が入りました。この地震による津波の心配はありません。先ほど1時15分ごろ関東地方でやや強い地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源地は千葉県北東部、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.3 と推定されています。震度4を千葉県の北東部、震度3を茨城県南部と千葉県北西部で観測しました。この地震による津波の心配はありません。先ほど1時15分ごろ関東地方で茨城県南部と千葉県北西部で観測しています。震源地は千葉県北東部、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.3 と推定されています。新しい情報です。この地震による各地の震度です。震度4を千葉県の山武市、多古町、横芝光町、また震度3を震度4を千葉県の山武市と多古町、横芝光町で観測しています。この地震による津波の心配はありません。また震度3を茨城県の潮来市、稲敷市、霞市、さらに神栖市、茨城県の潮来市、稲敷市、神栖市で震度3、さらに同じく震度3を千葉県の銚子市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、八街市、富里市、匝瑳市、香取市、東の庄町、九十九里町、芝山町で震度3を、芝山町で震度3を観測しています。その他震度2は福島県や茨城県、広い範囲で観測しています。この地震による津波の心配はありません。1時15分ごろ関東地方でやや強い地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度4を千葉県の山武市、多古町、横芝光町で観測しました。その他広い範囲で震度3、震度2、そして震度1の地震を観測しています。この地震による津波の心配はありません。地震の情報をお伝えしました。はい、地震の情報をお伝えしました。再び午後ラジお届け、そして茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県で観測しています。先ほど午後1時15分ごろ関東地方でやや強い地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度4を千葉県の山武市、多古町、横芝光町で観測しています。震源地は千葉県北東部、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.3 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。